皆さんこんばんは、下村美希です。今日は私のバッグの中身を紹介したいと思います。イエーイ。でれん、リュックです。これは NSGM というところのリュックで、マネージャーさんからタンプレでもらいました。まず水筒を使う、ミーです。私の持ち物ほぼミーだと思います。ハンカチとティッシュ、最近なんか手洗うからさ、それ以外の時も入れとけって話なんだけど、財布、これはアナスイのです。お母さんがアナスイが大好きで、お母さんのお下がり、カードすごいね。そう、私めっちゃカードなんか使わないのに入れててパンパンで、厚み、そう、なんかすごいお金持ちみたいな感じになってるけどただただカードなの。でこれでは減らしてきた方だから多分ね、やばい。あとアメちゃん、はちみつ 100% 美味しいよね、それ。これ美味しいの甘いからね、糖分感じれるよ。ハンドクリーム、白のサボンの匂い、めっちゃいい匂いなの。なんか私石鹸の香りが好きで超いい匂い。キーホルダー、これは今のマネージャーさんの1個前のマネージャーさんのタンプでマネージャーさん特集。イヤホン、これは普通のiPhone のやつ、モバイルバッテリー、これもミーばっか。なんか持ち運びのメイクポーチ的なもので、リトルウィメンっていう舞台やミュージカルやったんですけど、その時に朝香真人さんからもらったんですけど、これジョーって書いてあって、ジョーの猫のイラストが書いてあって可愛いから、サイズ感もちょうどいいんですよね。ここにはリップと絆創膏と、私靴ずれめっちゃするから絆創膏に、あとパウダーとコンシーラーと目薬、めっちゃドライアイなんだよね。あ、これもリップだってな感じですね。あんまね、大した面白いものは入ってないと思うんですけど、お母さんの手作りマスク、なんか私のお母さんは今ミシンにドハマりしていて、自粛期間中にもう何枚マスクを作ったんだっていうぐらい作ってました。大量にやります。うまくなってる。除菌ウェットと除菌かな。以上。どうでしょう。どうでしょうって言われてもね、こんなもんです。私のバッグの中身は。イヤホンはブルートゥースとかしないの？したいしたいね持ってもはいるんだけど、なんて言うんだろう、ここだけのやつじゃなくて、こうつながってるやつ。でもなんか充電するのがめんどくさくてあとなんか信用できないの、つながってないとお供にしてるんじゃないかと思って、電車の中でね。そう、自分の歌を録音して聞いたりするんですよ。それが電車で流れてたらと思ったよなんか信用できなくてつながってないと優先の方が安心する。そう、でもね、欲しいんだよね、ここだけのやつ。なんか踊ってるとこれめっちゃ邪魔なんですよ、絡まるから。いいイヤホンあったら教えてくださいまたコメント欄で音とかもね、ちゃんと聞きたいし音質いいやつなんかおすすめあったら教えてください。はい、そんなわけで私のバッグの中身紹介でした。この動画がいいなと思った方はグッドボタン、
チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ミキでした。